はい、皆さんこんばんは。キャプテン翼 VS 実況プレイ、今回が10回目、よろしくお願いします。そんなわけで本日の対戦相手はイタリアです。イタリアと言ったらパーフェクトゴールキーパーの異名を持つジノ・ヘルナンデス君ですよね。僕の大好きな選手の一人なんで、昨日のイングランド戦では7点も取ることができましたが、今日はさすがにそういうわけにはいかないんじゃないの。なんで三上さんから情報を聞いていきましょうか。情報、ヨーロッパナンバーワンゴールキーパージノ・ヘルナンデスのチームだ。まさかさ、これで終わったりしないよね。あ、よかった、まだあった。点を取るのはかなり難しいから、チャンスには迷わず攻めろ。ありがとう。いや、あの程度の情報だったらさ、もうなんちゃらペディアで調べたらわかるんじゃないのっていう。三上さん見ちゃった？なんちゃらペディア見ちゃった？昭和だからないか。うん。あと、そういえば皆さんからね、劇場版を見たんじゃねっていうツッコミをイングランド戦でいただいていて笑ってしまいました。大丈夫です。MKM さん、大丈夫。僕ら、小学生ですけど、自分で考えて行動するっていう、そういう自立心をおかげさまで身につけているんで。そういえばね、そう、当時この VS を遊んだ時の思い出で一つ覚えていることがあるんですよ。それはですね、ヘルナンデス君、この VS でテレパシーキャッチっていう必殺技を持ってるんですよ。それがね、当時すごく印象的だったし興奮したんですよ。そのね、記憶が刻まれてた影響で、どっかの実況シリーズでもヘルナンデス君が登場した時にテレパシーキャッチっていう風に僕言った覚えがあります。ロックでしたっけね。うん。マーク、どんな選手がいるの。タルデリとかいるかな。タルデリ好きのファンの方がきっと喜ぶけど、どうなんだ。オイディタルデリだ。よかったね、タルデリ好きのおいちゃん、おばちゃん、少女、少年ね。じゃあタルデリをマークしようか。あとはジェディーノ、ブチコかわいい。別のチームにね、ウビコっていうのがいたんだけど、親戚かな。ブチコマークしよう。それからポッチーノ、コンティ、草薙日本人聞かした。イリアス、ファディーナ、グッチ。なるほどね。ポジション的にはね、このグッチをマークした方がいいんでしょうけれど、草薙マークしたいね。いいね、このポツポツポツっていうのがね、子供のおもちゃ あのサナちゃんのお尻のほくろみたいでいいね。決定。よし、じゃあ本日のスターティングメンバーを決めていきましょう。ゴールキーパー若島津、キエおじさん、まだおじさんじゃないか。それじゃあ、キエおじさん呼ばわりされている時もまだ高校生だからね、別におじちゃんじゃないんだよな。で、11番この位置には、翼、9番ヒューガ、7番ミサキ、この位置にはカズオ、真ん中10番は松山。ほんでもって、今日はですね、やっぱりヘルナンデス君なんで、この8番の位置に、ミスギを入れましょう。で、この2番、真ん中に石崎でしょ。でこの2番の位置にこれまで伊沢を入れてきたんですけれど、伊沢はね、なかなかやっぱ世界の壁っていうのはね、かなり高くそびえ立っているっていうのは過去の2試合を通じて感じたんで、ここはちょっと違う子にチャンスをということで小田くんを抜擢したいと思います。皆さんからも小田くんが見たいっていう声をいただいていましたんでね、今日は小田くんで、で石崎、でこの位置に正男、ね、で、スイーパーには、沢木くんね、やっていこうか。よし、こんな感じで今日も、真剣に楽しく遊んでいきたいと思ってますんで、皆さんもどうぞお楽しみください。よろしく、キックオフ。お、ヒューガくんのキックオフ、いいね。皆さんからね、前回ヒューガが
全然シュートを打ってないなんていう指摘をいただいてましたんで、今日は打っていこうか、ヒューガ。じゃあまずは岬に、おパルデリとポッチーノ、うわ強い。今日はね、パルデリ好きの方は思う存分パルデリ君を応援していただいていいですからね。ナイス松山。なんでもってほくろが動いてるね。つ、完全にマークされてるね。うはー、松山取り返せ。よし、ここはどうする、ヒューガ。松山に任せる、俺に任せろ小次郎。なに、タルデリ、次クンクン、お、サルーが行く、サルー行こうか。で、リスギはカット、いけるか。よし、今んとこ100発100中だな、サルー。しかしまあ囲まれてます。これ何、相手プレス、すんごい囲まれてるわ。この距離のパスでも結構きついじゃん。あ、いいとこにいるじゃん、マサオ。ここはまさかさ、このタルデリが足をピュッて出してこないよな。よっしゃ、早い、張り切ってます。こっちの、あぶねえ。オッケー、ほくろがどう動いてる、真ん中の左端のほくろは止まってるからな、あれタルデリでしょ。なんで、翼つながるかな。結構マークされてるね、コンティとか危ないな、あの位置。どうだ、うわー、やっぱり来たよコンティ。お、いいね、マッサを見すぎ。ヒューガ行くか、ここで調子に乗んな、フラストレーションナイス、とりあえず1本早く打ちたいですね。つ、オッケー、やっとつながった。いくよ、ヒューガくん。いないよ、ヒューガくんいないじゃん、ヒューガくん。いないんじゃしょうがない。ミサキくん、やっぱパートナーは君だね。あぶねえ、草薙。さあパリーナ、よしよし、高いボールかな。イディアス、みんな固まれ。おお、当ててくるか。さあ翼くん、ボールに合わせたグッチがついた、勝負だ、いけ翼、いくぞ。おっと、ヤンパラリーン、いけー、そこだ、出た、テレパシーキャッチ、強い、いいね、楽しいね、そう来なくっちゃ。さあイタリアジュニア、早いパス回し、最後はタルデリに合わせてくんじゃない。よし、お、サルーいけるか、タクール、よし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 、偉いぞ、母ちゃんも見てるよ。そしてそこで小田くんが拾ってくれた。よし、松山のためにも頑張ってな、カズオ。はいはい、スルー、コンティ、いいね、コンティ君の活躍もいいね。うはー、通用しない、小田君のタックルが。これで沢木を、沢木を上げよう。やるねー。そしてタルデリ、沢木沢木、いけ、お、サルー、もう一丁カット、来た、シュート、サーくん触れない。よし、おいちゃん頼むぜ、
後ろ回して蹴り、キエイ、よし。皆さんからねサッカーのコマンドじゃねえってツッコミをいただいてましたけど、そうだよ、だって空手家だから。よし、ナイスクリア、サックナイス。さてと直でつなげたいけれど、もうマンツーマンでさ、コースをマンツーマンで選手マークされてるし、コースも塞がれてるし、これはどんどんこっちに動いてくるし、うわー、僕の出したかったコースを完全に塞いできたな。そうなってくるとどうだ、サー君、この針の穴を通すようなパスって無茶だろ。あ、逆サイドだ、そうか、うん、開いたね。疲れてるね、小田が。カズオのコースいけるか、これどうしとった。ナイス。で、カズオはすぐ残り4分 C ブロック、ブチゴ、わ、強い。そして自らブチゴ打ってきそうだね。いや違った、ドリブルか。まさかおじさんに対しては1対1作戦か。オーダー、いけ、マチコちゃんのため、よーし。うわ、やばい、浮き玉に合わせてきた。みんな必死に頑張ってくれ、さっくんも3人がかり、よーし、みんなで守った。オッケー、カズオ、残り時間は2分、翼、残り2分、誰が来てる、ミサックが横についてる、ゴールデンコンビ、これでどこまで行った。うわー、あのゴールデンコンビにこの2人が食らいついてきてる。研究してますね、我が全日本を。望むところだよ。さあ、つ、さあ、つはね、トラップでいこうか。いくぜ、勝負勝負勝負、40秒、30秒、20秒、早く来い、よし来た、残り10秒、勝負だ、決めろ、ドライブシュート、よし、決めろ翼、さあ、ゴールを突き破った。これが翼クオリティ。よし、よく頑張ったみんな。あ、さなえちゃんだ。そんなわけで、ガッツチェック、まずはうちの守護神任します。600あればな、おそらくは3回は使えるでしょ。翼はもう後半ちょっとあれだね、サポートに回ってもらって、でヒューガに託そう、ヒューガ美咲に託そうか。なので翼がちょっとそういう状態ならば、この翼の位置に美杉くんを置き、まあね、で翼この位置にいると助かるよな、すごい。いや、むしろね、翼をね下げるっていうのもありだよね。なんで翼を、まあ、石崎がもうバッテバテならば、石崎どんな感じ、104、もうバッテバテだな、もうこれ使えないよな絶対に。だったら石崎に代わって、そうだね、ここで誰出たい、ジュリー行くか。そうすることによって翼をここの位置に置けるというね、うん、か、まあ最後の取り手として置いといても面白いよね。沢木がまだ技使えるでしょね。じゃあ沢木くんがまだ元気ならば、4番沢木で、でスイーパーに翼を置いてですね、いや、なんかもうすごい楽しい、置いてですね、で小田くんで沢田でしょ、で松屋で、和夫は今元気なんだっけ、538470、あ、じゃあ正男が疲れてんだね、
したらカズをここ でジュリーを、ジュリーと、そうだ、昔ジュリーこの位置やったことあるもんな、この保養所の位置、ジュリーをここに置いて、沢木、沢田、翼で、織田、ちょっとあれだけどな、やっぱディフェンダー陣やばいよなこれ。でも翼がね、みんなにこう的確な指示を与えてくれると思うんで、こんな感じでいこうか。よし、 OK OK OK、 はい、試合再開、頑張るよ。コンティ、来たぜタルデリ、上がってきます。どこまで来た、そこ、あ、やばい、マサオが動かない、なぜか固まってた、うはノーマーク、真ん中通らしてしまったか、そして翼も届かないようなシュート、おいさん消えー、よし、小田くんよく拾った、小田くんそのまま数え、よしよし、相手団子状態だからな、で、小田が横にいて、地味すぎね、よし、上がれ上がれ、ライン際数をで、見すぎ、いいね、じゃあ見すぎにここで出す、もうでも後ろから来てるよね、だから早めに出しちゃおう、見すぎ、よっしゃ、いけいけいけ、頑張れくんくん、んで、ヒューガとワンツーしようか、あ、松山がいいな、あ、ヒューガがいいな、ヒューガの自宅を知っている美杉くんです、よし、2345サイン会状態、うおおくんかくんかいい匂いがします、香水はドルガバですハイパーオーバーヘッド、行け、よし、出た、ハイパーオーバーヘッド、はー、そこだ、マジでやるな、どんまいどんまい、ヒューガくん、松山くん、じゃあこちろ、本気でいけ、最強の二人組、よっしゃ、そのまま中央突破、抜けるか、いや待てよ、こういう時こそたけし、やべ、超楽しい、キャプテン翼 VS 超楽しい、さあ高いゴール、トラップ、いけ、よし、ヘルナンデスついた、どうだ打てるか、一応選んでみるよ、打てた、よし、くらえ、タイガー、ガオー、お、これはクソやられた、さすがだな、でもいい連携だったよ、サンキュージュリー、コンティ、タルデリー、いけ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 、よし、サワキ、よし、キャプテンサワキがいけます、ディフェンスキャプテンサワキ、よし、このね、融合が熱いね、マジで、 C ブロックです、
みんな、もう一頑張りだぞ。集団た。よし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 。よし、ユガナイス。65。ここはね、見過ぎもお疲れでしょ。こういう時は、見先なんです。こういう時、見先なんです。見先に、見先が完全に包囲されてるな。じゃあ、見過ぎもな、これ以上プレイさせると、次の試合ゼロになってしまうんじゃないの。なんで、マサオちゃん来れる？よし、偉い。ジェミニ。えらい。美咲は近くにいる。うわー、囲まれてるね、美咲。ヒューが8。ここじゃあ、まっつんでいくか。松山。お、読まれてた。残り2分。何が何でも食らいつけ、みんな。ロングパス、ロングパスに注意。来たか、縦ポン来たか。キャプテン、よーし、自ら取ります。これがうちのディフェンスキャプテンです、沢木。おだくんが、えらい、そのままここ。草薙、おー、誰も来なかったか。でも狙いは良かったよ、田くん。やりました。そんなわけで次は準々決勝です。準々くんくん、レベルアップよ、ありがとう。若林と森崎も上がってます。はい、そんなわけでイタリア戦でした。いや、本当に面白かったです。で、次がオフランス、川村さん来る？呼ばないよ。はい、本日も最後までご視聴ありがとうございました。またよろしければ次回の試合にもアクセスください。それではまたね、さようなら。キャプテン翼コミックス名場面セレクション。富良野の監督さん、本部に松山くんから電話がかかってますよ。松山から？すいません、監督、今成田空港なんですけど、藤沢にお金借りてこれからすぐタクシーで帰りますから、どうか宿舎の方に戻っていってください。よし、わかった、キャプテン。よし、行こう。偉大スペシャルキャラクターオリジナルしおりになってるよ。オリジナルしおりになってるよ。なんだこれ。